さあ続いてゲストコーナーです。今日は美味しいお漬物やお惣菜など様々な食品を製造している株式会社しんしんさんにお越しいただきました。それではゲストをご紹介します。株式会社しんしん企画デザインチーム係長の佐々木綾子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続きまして株式会社しんしん企画デザインチームの井上くるみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて7月29日は福神漬けの日ということでお二人にお越しいただきましたが、福神漬けの日についてまだよく知らないテレビの前の皆さんのために改めてご説明いただけますか。はい、今週土曜日の7月29日は福神漬けの日なんですが、なぜ7月29日かというと、福神漬けの名前の由来でもあります七福神にちなんで七福で7月29日を福神漬けの日として当社が制定し、日本記念日協会に登録させていただきました。夏の暑い時期にカレーと一緒に福神漬けを召し上がっていただくことにより、野菜が不足しがちな方にも福神漬けで野菜摂取をしていただきたいという願いも込めています。突然ですが、おこのぎさん、はい、福神漬けにはどんな野菜が入っているかご存知ですか。大根、きゅうり、なすですかね。他はどんな野菜が入ってるんでしょうか。はい、しんしんの福神漬けには大根、なす、きゅうり、れんこん、綿豆、しそ、生姜など7種類の野菜が入っています。とても野菜豊富なんですよ。たくさんの野菜だけじゃなくてお豆も入ってるんですね。そうなんです。確かに7種類でまさに七福神になっているんですね。そうなんです。野菜がたくさん取れるのでお子様にもぜひ召し上がっていただきたいですね。その願いも込めて制定した福神漬けの日ですが、おかげさまで今年で13年目を迎えます。もう13年目になるんですね。去年もこのひるぽちに福神漬けの日の PR で出演していただいていますが、今月7月は福神漬け強化月間ということで、イベントなど目白押しなのではと思いますが、皆さん大忙しですね。そうですね、昨年くらいまでは感染症の影響でイベントなどが減ってしまったんですけれども、今年からは徐々にではありますが元に戻りつつありますので、また以前のようにいろいろなイベントでお客様に直接お会いする機会が増えていくといいなと考えております。去年もイベントなどが厳しい状況の中でも試行錯誤しながら福神漬けの日を盛り上げようとしていたしんしんさんですが、今年はどんなイベントがあるんでしょうか。はい、昨年も好評だったのですが、ネーミングライツを取得しているしんしん大当たり体育館で福神漬けの日を知ってもらおうと、利用者の方に福神漬けなどしんしんの商品をプレゼントさせていただきます。今年は福神漬けの日の前日になりますが、今週金曜日7月28日に実施させていただく予定です。今年もイベントを行うんですね。ということは今週金曜日にしんしん大当たり体育館に行けば良いことが起こるということですね。そうです。今週金曜日28日の10時から福神漬けの日のイベントとして、しんしんの人気の福神漬けや他にもお楽しみ商品を来場してくださった方先着200名様にプレゼントさせていただきます。お近くにお越しの方はぜひ遊びに来てください。それはもう参加しないとですね。番組をご覧の皆さん、ぜひ今週の金曜日はしんしん大当たり体育館に遊びに行ってください。さて他にはどんな企画を計画していらっしゃるんでしょうか。あとはですね、福神漬けといえばやっぱりカレーとの相性抜群ということでカレーを作っちゃいました。しんしんさんがカレーを作ったんですか。はい、そうなんです。実はスパイス料理研究家の一条文子先生に監修いただき、共同開発したレトルトカレーがこの度子会社のしんしん物産より発売されることになりました。もう専門家の監修なんですね。はい、それは本格的ですね。そうですね、一条先生はレシピ本を出版されたり、現在は講演会やメディアにも多数出演していまして、全国各地で行われているカレーイベントにも引っ張りだこなんです。縁あって当社ともレシピ開発やイベントなどでご一緒することが多かったのですが、今回地元群馬県産の食材を使ったこだわりのカレーができました。さらに群馬県の食材を使ったカレーなんですね。いや、こだわっていらっしゃいますね。ぜひこれは食べてみたいです。ところでこのカレーはどちらで買えるんでしょうか。はい、この商品は
今年3月にオープンしました道の駅前橋赤木にて発売予定となっております。もうすぐ発売ですので皆さんにぜひ食べてほしいです。さらに福神漬けの日ということで特別に7月29日の福神漬けの日当日には道の駅前橋赤木に一条文子先生がお越しくださいます。そこで即売会を行う予定となっております。監修されたご本人がいらっしゃるということなんですね。それはすごい。ということは7月29日福神漬けの日は道の駅前橋赤城に行けば一条文子さんに会えるということですね。そうなんです。午後14時から30分くらいですがご本人から直接カレーを購入することができます。一条文子先生のファンの方やカレーファンの方ぜひ7月29日は道の駅前橋赤城にお越しください。こだわりのカレーぜひ食べてみてください。というわけで今年も盛りだくさんで迎える29日の福神漬けの日ですが、しんしんさんから視聴者の皆様にお伝えすることはありますか？はい、現在しんしんの公式ツイッターでは福神漬けの日キャンペーンを実施しています。福神漬けの日をもっと全国に広めたいというキャンペーンで先ほどお話にありました四条文子先生監修のこだわりのレトルトカレーと福神漬けのセットが当たるキャンペーンとなっております。応募締め切りは7月29日までとなっております。詳しくはしんしんの公式ツイッターを見ていただきフォローとリツイートをよろしくお願いします。あのカレーが当たるチャンスということで早速しんしんさんのツイッター皆さんフォローしてください。よろしくお願いします。はい、7月29日は福神漬けの日ということでお話を伺っています。それでは最後にしんしんさんから皆様へのプレゼントのお知らせです。7月29日は福神漬けの日、国産野菜カレー福神漬けを含むしんしん人気の漬物を詰め合わせにして20名様にプレゼントいたします。応募はメールまたはファックスで8月4日金曜日までにお送りください。メールアドレスはひるぽち @gtv.co.jp、ファックスは 027-232-8436 です。住所、氏名、連絡先、番組の感想を明記してください。ということで今日はしんしんさんにお越しいただきました。佐々木さん、井上さん、お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。